夏休みも終盤に近づきまして、で、まあ、僕がですねそのまま溜まってた宿題をですねとにかくチカ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 とこうこなしてたんですね。でお昼を取りまして、でその午後から近所の友達連中とですねある森の方にそのクワガタを取りに出たわけです。で今なんか生態系のその異常だとかなんとかって言って北海道でもなんかカブトムシがいるって言うんですよね。これは僕は本当にちょっとびっくりする話なんですけど、昔はですねそのカブトムシはその津軽海峡を渡らないという、北海道にはカブトムシはいないというのがもう定説だったんですよ。だから取りに行く大きな虫っていうとクワガタイコールクワガタだったわけです。で今その貴重とされているミヤマクワガタであるとかですね、そんなものもゴロゴロいましたね、あの頃は。でそんなものを取りに行ったんですね。それでその帰りにですね、もうある程度こう日も陰ってきた、もう西の方にだいぶ傾いてきたので、まだ本当にそのアスファルトの道もところどころでですね、その辺砂利道がいっぱいもう当たり前に存在してた時代ですよ。でその自転車を押し押しこう向こうからゾロゾロとこう帰ってきたんですね。で西見がこうずっと左側の方にこう見えてまして、真っ赤にこう燃えてたり、未だにはっきりと覚えてます。でそこを何人かでずっとこう歩いてきたらですね、ある一人が「あ」って言って立ち止まったんです。で「え何?」と思ってこう見てると、ずっとこう右側の方をこう見てるわけですね。え何あの家、え何あの家、ああ坂本ん家かって一人がこう言ったんです。でそれが僕らより一つ年上の男の子でした。まあこれは仮に名前を K 君としてみましょう。坂本ん家かと言ったんです。坂本ん家、え何それ、見るからにもうあばら屋なんです、空き家なんです。行くか、いやいやダメでしょあそこは、行ったら直してよ、いや直してよって、ちゃんとまずお化け出るってうちの姉ちゃん言ってたし、こんな会話してるわけです。お化けが出るのあそこに、えなんで、いやなんでか知らない、その知らないけどもお化け出るってうちの姉ちゃん言ってたのに怖いよ、だこんだけいっぱいいる人大丈夫だよ怖くないって言って、みんなで行こう行こう行こう、まだ明るいし行こうって言って、なんかそんな流れになっちゃったんです。で自転車をそっちがずっと押していくわけですね。とおそらくまあもともとはこう畑だったんだろうと思うところが、もう今草ぼうぼうの、もう本当にその昔はよくその辺にあったような要するに原っぱってやつですね、みんなこうなってるわけです。でそこにこう自転車をこうガサ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 と入れて、で自転車のカゴにこう虫かごをこうポンと入れまして、でその家へこう行くわけですね。正面から見てど真ん中にこう玄関がある。でそこへこうガラガラビシッビシッビシッギシ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 ッとこう引き戸をギシッ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 と開けるわけです。もうすっごいその何とも言えないその古い木材の匂い、こう捨てた匂いがするんですよね。その決してそれは何かその汚物の匂いとかトイレの匂いとかそういうことではなくて、木の古くなった匂いですよ。いまだに僕はもうあの匂いがその通りのことイコールになるので、たまにそれこう田舎道なんかねこう歩いてるとそんな匂いがうんってこうしたりしますけど、それを思い出すんですよね。でその匂いがぶわっとその埃の匂いとですねこう混じってこの匂いがするわけです。西日がガーッと差し込んでまして、家の中がこう真っ赤にカーッと照らし出されてるんです。ところがですね、僕がその茶の間に、まあ、もちろんみんな土足で入っていくわけですね。埃もすごいし、もう累積してるわけですよ埃が。でそこへこう入っていくわけなんだけど、現代の空き家廃墟と違ってですね、荒らされてないんですね。全く荒らされてない、全くですよ。これ脅威的ですよ。
あ、全く荒らされてない。確かにその玄関のところに引き戸のガラスは若干いくらか割れてたような気がします。でその茶の間に入った途端にえっと思ったんですよ。びっくりした。で何をびっくりしたのっていうと、まるで生活感そのものなんです。茶舞台があってそこにこう湯飲みがこう置いてある。でその茶瓶がこう置いてある。でなんかどっかのその昔のですね、その旅行かなんかそのパンフレットなのか何かみたいなものが置いてある。請求書があったり何があったりこうそのものなんです。ってまるで本当に、もちろんその埃こそ積もってはいるんだけども、まるで奥から「わっ誰だお前ら!」ってその家の人がこうぬっと出てきそうな、そのぐらいその生活感があるんですね。で「ねえ本当に人いないんだよね」と思わず聞きました。いないんだよね、いないって。ここはもうずっと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 、もう昔から俺たち生まれるずっと前からもう空き家だってうちのおじいちゃん言ってたし、そうなんだ、ねえもう帰ろう帰ろうよ、ねえにおめえ食えのかって言われて、でなんか変な匂いするしって言ってたんですよ。そしたらその僕らよりも一個年上のその K 君が、おいおいちょっと来てみれとか言うんです。えどこにいんだと思って見たら、そのリビングから向こう側へ出たところにちょっとこう廊下があるな、その奥の部屋にのところにいるんです。ガーッと襖を開けたところにこうやって仁王立ちしてる。これ背中が見える。でもその部屋の中にはこっち側からだと西日が届かないんです。暗いんです、真っ暗なんだ。でそこにこうボーっている。おいちょっと来てみれこういうわけ。何何って言って、みんながそれぞれこう思い思いのところを見てたものがですね、そのまるで号令一家でゾゾゾゾとすごい集まって、何何何しゃ何しゃ見に行ったわけです。で僕らが集まるのと同時にその K 君は見てみるこれ見てみるって言ってスーッとその部屋出てっちゃった。え何があんの、え何で K 君が指さした先には床の間があるんです。床の間の奥のところに何かがずーっとかかってる。それはいわゆる掛け軸なんですね。それがずーっと一本かかってるんだけど、それがはっきりしない。何かこう書かれてるのが分かる。はっきりしない。さっき見たとき、日が届かないから。暗いから。で、だんだんその暗さにもこう目が慣れてくるような感じになって、こうずっとこう、目をこうしてこう見た。なんとそこにはですね、いまだに僕あれも絵姿とかはっきり思い出すことができますけど、幽霊画だったんですね。それが幽霊の絵が、もう本当に気味悪い幽霊ですよ。この手首をカクーンとこう折ってこう折ってこうこうやってる女というかですね、もう本当にそのもう代表的幽霊という感じのその絵でした。でうわいうわお化けお化けお化けってうわーって言っても子供たちだからうわーバラ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 って家から出て、みんなからみんながこうバッ飛び出したんです。でそのまんまこう自転車を押し押しみんなそれぞれの家へこう帰っていくわけなんだけど、その K 君と僕は家がすぐ本当にもうすぐもう隣同士みたいな感じになって、これ帰り道がずっと一緒なわけです。ねえ K ちゃん、あそこの家ってしょっちゅう行ってんの？うん、初めて入った。え、そうなんだ。え、今日初めて入ったの？あそこ。そうだよ。入ったことないもん、あそこ。お化けで言って、みんな言ってるし。それ知ってたんじゃんと思ったんですね。それ聞いた瞬間に。うわ知ってて入ったんだ。つわものだなと思って。で、まあそのまんま、その日は、じゃあねってバイバイ。じゃあまた明日ねって言って、こう別れて帰ったわけです。ところがですね、それから、ほんの何日かしないうちにですね、この K 君が行方不明になったんです。行方不明、これ大事件ですよ。今で言えばねえ、それこそなんかどっかその満喫がねとかねえ、そんなこともありえんのかもしれない。だからその頃子供が一人、小学生がですね一人その行方不明になると、これ大事件ですよ。それでも街を挙げてもう大騒ぎになった。
でも、もうあそこにもいない、ここにもいないで、いや、どうしたんだ、どうしたんだ、どうしたんだ、もう、お母さんなんかも、本当にもう気が狂うようになってて。それで、その、一人の弟がいるんですけどね、その弟は平気だったんですけど。ほんで、その兄貴が、そのケイ君がいなくなった。もう、騒ぎですよ。そうしたらね、3日、2日、3日経ってたのかな、丸々3日くらい経ってたのかもしれないですね。いきなりその、まあ、町の、まあ、川役さんが言いましてね、その人がうちのじいちゃんとよくその将棋をする仲間だったんですよ。そしたらガラガラガラって来て、おーい、いた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 、いたいた、ケイいたいたって入ってきた。いたい、いたかい、うちのじいちゃんが太陽に出ました。いたかい、どこにいたさ、いやいやいや、あそこの、俺、坂本んち、あそこにいたさ。はぁって、なんであんなとこにいたんだ、何したんだあんなとこでって言ったら、いや、それがね、線香あげてたって、うん、線香線どういうことだそれ。いや、なんだかわからんだ、そのあそこの家の近くに住んでるばあ様がその家の前を通ったら人の声がするって、空き家の中からなんだろうって言って、おそろそろ覗きに行ったとよ。そしたら玄関開いてる。ほんで、誰かいるのかい、誰さ、誰かいるのって声かけた。そしたらその声をかけた途端にピタッと止まったんだ。なんだかわけのわかんないことをむじょ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 って言いながら、一生懸命子供が奥の部屋の床の間の前で線香あげてたっちゅうのよ。その線香もな、そこの、あそこの家って仏壇あるんだな、俺行ったことねえけどもさ、仏壇があるらしいのさ。でその仏壇のところに残ってた線香だって。でそれを一生懸命瓶打ちながら線香立てたってよ、飲まず食わずで。おお、もう今あれだ、保護されたさ。なんだよな、あそこの家気持ち悪いな、やっぱりよくねえんだべかな、あそこの家な。まあこんな話をしてるわけですよね。で前にも僕以前 何かのタイミングで話したことあるんですけど、子供をながらにして大人が真剣な顔で大人同士が語ってる怖い話って怖いんですよ、子供肩から聞いてるの。うおー、もう怖くて怖くて、その話がってわかりますかね、その話の内容は。僕もね、でうおー、なんでだろうっていうことになったんですね。それで、まあ、それから何日かしてそのケイ君が、まあ、普通通りになったです。で学校も始まりまして、それでまあ通学がの班が一緒だったんでね、でこう一緒に歩くわけですよ。ケイちゃん、ケイちゃん、うん、なんであそこのお化けの家行ってた。知らない、覚えてねえんだ俺何にも。え、おう、何も覚えてねえのさ俺。なんでだろうなってこう言ったんですよね。全くその間の記憶がないらしいです。